はい、ラブコメ TV をご覧の皆さん、こんにちは。本日はダイヤモンドセルフコンサルタント神戸、はい、心の学校の作原博史さんに事務所の方にお越しいただいております。ではちょっと進化開発講座のことについてお伺いしたいんですけれども、はい、進化開発講座っていうその講座の進化っていうものの開発方法が2つあるということなんですけれども、はい、具体的にどのようなことをするのか教えていただけますか。はい、縦軸と横軸があります。はい、縦は次元ですね。次元、はい、次元って難しいんで空間って思ってます。はい、横が時間です。時間、次元と時間ですね。はい、この2つから、はい、この進化に切り込んでいきます。はい、じゃあちょっとすいません、進化っていう意味をちょっと教えていただけますか。誠の我、本当の自分。はい、誠の我、本当の自分ですね。はい、はい、これをがあなたの一番心の奥にある。はい、心の奥にあります。あなたの愛そのもの心、感謝そのもの心、喜びの心を体感していただきます。はい、それに2つの方法が、はい、はい、じゃあまず1つ目は、はい、時間ですね。時間というのは、はい、親と生まれ現在があっていつか死にますよね。はい、一生涯、人生、はい、言います。普通の成功哲学っていうのは現在からある未来の一点に向けて目標を設定して、はい、ね、一生懸命努力して、うん、ね、やっていく、ね、これが普通の成功哲学の目標達成法ですよね。はい、でもこの方法だとね、間違えてしまう可能性があるんです。はい、例えばね、チューリップが、はい、ね、バラを見てですね、バラの方がもてはやされてるからって言って、うん、バラになりたいなってね、思った瞬間から間違いが始まります、ね。はい、植物は間違いないんですけども、人間は得てしてね、頭で考えますから、はい、間違えてしまう。例えば、隣のね、ご主人が、大富豪の社長さんで、ね、いつもベンツ乗ってていいなって思ってて、ね、じゃあ、私も5年後に社長になって、ね、ベンツ乗るぞって目標を立てて設定して、はい、まあ、5年後にね、この時点で目標を達成したと思う。すると、はい、その時にですね、目標達成したのはいいけど、実は射程はバラバラ、体はボロボロ、はい、ということが起こる可能性が高いですね。はい、現在から未来に向かって目標を立てるんじゃなくて、目標は、ね、一番遠いところから立てるんです。はい、遠いところから。遠いところ、例えばここから、ね、アメリカに行くって言ったら、ね、うん、どうしていきますか。まずどこが決まりますか。アメリカに行くって関空が決まりますよね。関空に行くんだったら、ね、三宮から二分にバスになる。じゃあここから、JR に乗っていく、うん、じゃあここから、ね、福岡に行くって決めたらどうします。新神戸行きますよね。ああ、新神戸か飛行機か。そうですね、はい、ですから遠いところから順々に決まってくる、はい、近いところは一番後なんです、うんうん、ですから一番遠いところを目標に設定する。じゃあ人生の一番遠いところはどこですか。 C、はい、ですか。そうですね、ここですね、この、はい、死ぬのが目標じゃおかしいですから、はい、死ぬ直前、死ぬ直前に自分の人生は最高だった、素晴らしかった、うん、もう何も思い残すことはない、ね、はい、会うべき人に出会ってもうありがとうって言ってね、はい、人生を終えたらいいですよね。いいですよね。このことに、ね、ノーって言える人は一人もいないと思います、はい、ですからその死の時点から、現在を見る、死から生を見るってことだ。死から生を見るときに命の尊さ、うん、時間の尊さ、ね、分かりますよね。はい、命の尊さ、時間の尊さが分かる、はい、その死から生を見たときに、はい、ね、死ぬときにはね、金も財産も、はい、土地も、ね、何もね、株も持っていけませんもんね。体さえも持っていけない、はい、あなたの愛する家族も持っていけない、はい、そのときに全部捨てたときに浮かび上がってくるもの、うん、それがこの進化なんですね。なるほどね、これを体感していた、はい、はい、ね、そんなあの死の前と同じような気持ちにすぐなれる。なれます。はい、それはね、はい、本当になれるんですか。はい、はい、自信満々な坂原さんなんですけど、はい、25万人、あ、25年間11万人の人が、はい、受講生でいますから、はい、一回じゃあその気分になっちゃうと、もう元には戻らない。元には戻らないですね。はい、はいはい、それはどう、その講座を受けるためにはどうしたらいいですか。講座を、あの、なんて言うんでしょう、
体験講座とかはあるんですか？はい、体験講座に来ていただくか、直接1対1で、はい、またご説明をさせていただきます。はい、すごい興味がありますね。はい、私の実話も含めて。はい、はい、坂原さんの実話も含めて教えてくださるそうですので。はいはい、これはいいですか？はい、縦言ってください。今1個しか言ってないですもんね。はい、はい、いいですか？はい。時間というのは空間と言いますか、ね、はい。まあ、今ここは元町にいるという言い方もできます。はい。ね、神戸市にいるという言い方もできます。兵庫県にいるという言い方もできます。はい。日本にいる。ね、はい。地球にいる。で、宇宙にいる。いろんな言い方ができますけども、はい、一番正しいのはどれですか？宇宙にいる。そうですね。宇宙にいる。はい。あとは全部部分ですよね。部分しか見てない。はい、で意識もこうどん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 高くこう上げていくわけです。でこの意識のところから、下を見ていくんですね。山も高く上がれば遠くまで見えますよね。はい、ここまで上がったらここまで見える。うん、ですからここまで上がったらここまでのことで判断ができるんですね。ここまで上がったらここまで、ここまでだったらここまで、ここまでだったらここまで、ここまでだったらここまで。一番遠く高いところに上がると一番遠くまで全体が見える、はい、全体の判断が上がるんですね。ええ、ですからね、仕事は何のためにするのか、ね、自分のためなのか、はい、家族のためなのか、うん、会社のためなのか、自由社会のためなのか、うん、日本のためなのか、世界のためなのか、宇宙のためなのか、おによって、はい、出る言葉や行動は変わってきますよね。うん、だからその一番高いところ、ここを神意識、宇宙意識、はい、神といってもね、宗教じゃないですけどね、ええ、この神意識、宇宙意識に飛んでいただく。へ、ね、よくね、仏教とかで神聖が、仏性があるとか人間に言います、はい、ね、キリスト教で神聖があるとかいうふうに言いますけれども、本当にあるんです。あるから一瞬で飛ぶんですね。飛ぶっていうのがね、徐々に上がっていくんじゃなくて、一瞬に神の意識に飛んでいただいて、今度は神から自分を見、自分の家族を見、会社を見、日本を見、世界を見、宇宙を見ていく。なんか壮大な、壮大なことですね。スケール壮大ですよ。へ、反対から見たら早いんですよね。うん、こっちもね、成功哲学反対からやってますよね。これは宗教の反対やってるんです、うんうん、宗教っていうのはこの不完全なね、はい、私たちの波だった心で、うん、いろんなものを見てるんですね。はい、ですからちょうどこの眼鏡がね、はい、歪んだ眼鏡でものを見てると一緒です、うん、どんなものを見ても歪んで見えてしまう。はい、そうじゃなくて、この歪んだ心で見るんじゃなくて、完璧から全てを見て、おね、すごいですね。はい、そんなこと考えつきもしませんね、普通に生きてたら。はい、完璧から見る。ですから今まで完璧じゃないって思ってた、ね、なんでこんな目に遭うんだとか、はい、ね、なんで神様はいないのかって思ってることがあるかもしれない。はい、そういったことも完全な目で見たら、うん、その完璧さが分かる。不完全な、あなたが今まで不完全だと思っていたものの完全さが見えます。ですからこれは、ね、両方とも反対から見てるんですね、今まで、はいはい、これは成功哲学、はい、これは宗教、反対から見てる、はい、反対から見ると早いんですよ、ね、顔に泥がついてたらするでしょ、はい、鏡で反対から見たらすぐ取れるじゃないですか、ね、何もなしだったらなかなかね、綺麗にならない。あ、そうですね、はい、あ、そういうことなんですね。だから反対からやると早いんです。分かったような分からないような体感しないと分からないかもですね。これはですから、やり方法ですよね、はい、人間の感覚、時間と時空間という感覚から信頼、体感、信頼を体験していただくということですね、はい、ですからこの2つのコースによって、信頼を体感していただきます。どちらのコースから入っても OK、はい、あ、そうなんですね。片方だけでも大丈夫です。ただ2つあるというのはね、車の両輪みたいなもので2つあった方が分かりやすい、はい、まあ、両目でですね、片目で見るよりは両目で見た方が立体的に分かる、はい、こっちから攻めるか、あっちからこういくかっていうことですね、はい、両方やったら完璧。でもどっちでも大丈夫ですけども、はい、両方やったら完璧です。なるほど、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ坂原さん、坂原さんの講座についてはダイヤモンドセルフコンサルタント神戸で検索したら、はい、いいですね。いいですね。はい、いいですね。はい、はい、ダイヤモンドセルフコンサルタント神戸、坂原宏さんです、はい。はい、今日どうも貴重なお話をありがとうございました。はい、私もちょっとその宇宙に
飛んでいきたいと思います。あ、いいですね、はい。はい。ぜひ皆さん体感してみてください。はい、今日はどうもありがとうございました。失礼します。失礼します。